は中国国民党の元老、巨高里である。1905年、日本に留学し、東京高等師範学校で学ぶ。この時、中国同盟会に加入した。1911年、侵害革命勃発を受けて、休学、帰国し、革命に参加している。翌年、日本に戻って復学した。その後、東京帝国大学文学部に入学し、 卒業後は、大学院でも研究を継続した。1920年夏に、大学院を卒業、帰国し、教育界に身を置くことになる。1921年2月、甲州市教育局局長に任ぜられ、翌年には、新独州が組織した関東省教育委員会で委員となった。1923年10月、孫文の指名により、 中国国民党臨時中央執行委員会委員に任ぜられた。翌年1月の国民党第1回全国代表大会にも出席している。1925年7月、関東省政府教育庁長に任命され、翌年2月には公衆国民政府教育養成委員会委員も兼任した。 1927年4月から10月にかけて南京国民政府教育行政委員会委員を務める。同年7月、関東省政府教育長長を離任し、翌月からは同省政府委員に任ぜられる。1928年12月、同省政府民政庁長に任ぜられ、翌年7月に教育長長代理に転じ1930年1月、 再び民政庁長に戻った。1931年4月、民政庁長を辞任して、小政府委員選任となり、以後、1945年8月まで一貫して、この地位にあった。1931年6月に、国立中山大学校長に任命され、1935年4月からは、公選委員会副委員長を務めている。日中戦争勃発後は、 関東省局校にて第七千区、偏差委員会主任委員に任せられ、新建設や教育新時代などの観光物を発行した。1940年4月、中山大学代理校長となり、翌年4月には同大学法学院委員長を務めている。1942年3月には雑誌、学園を創刊した。戦後は、甲州に戻り、 中山大学とチャンス社会教育学院で教授を務めた。1945年10月、立法院立法委員に任せられている。1949年初めに一旦香港へ移ったが、同年冬、中華人民共和国における教育活動に参加するため、公衆に引き返した。中華人民共和国では、最初に、 関東省教育公開主席に任ぜられている。1951年、巨高志清氏は中山大学校長に任命されたが、これは本来は別の人物が校長に就任予定であったところを、毛沢東が強く要望して元を校長に就任させたものであったとされる。1953年1月には中南行政委員会委員も兼ねた。同年、 関東省人民委員会委員権文教委員会副主任となる。翌年、第1期全国人民代表大会代表に選出された。1955年からは中国民主促進会の要人となり、8月に同会第外4期中央委員会常務委員会常務委員に選出されている。1961年12月からは2期にわたって、 関東省副省庁を務めた。しかし文化大革命が起きると、巨高市清も批判にさらされることになる。1969年3月14日、批判を被ったストレスのため心臓病を引き起こし、講州市にて病没。去年82、ありがとうございます。